のついってのついって野口アーどうも皆さんこんばんは豊子名人です、えー、本日は東京港区猛暑日でお届けしておりますお相手は私豊子名人と港区といえば板橋区からこの方ですはい、えー、板橋区から港区に来ました堀樹ですどうもはいお久しぶりです久しぶりですあのー ポリンスキーさんには多は結構な頻度でいつするか、まああいつも1つ2かぐらいはあっているんだけどで,、ね、どうでしょうね。ねうんいや結構あの去年から頑張っていただいていくんですけど。頑張ってますよ。はい頑張っていただきたいなと思うんですけど。はい、いやあのー、なんか変わった点お気づきないですか。え変わった点お気づきないですか私の変わった点。うん、えええってあなんだろう。 いやこれもう3年前に買った G ショックなんで買えてないですシャツシャツかなこれユニクロで落とすに買ったやす変わってるやんほらっいやいやいや合ってましたユニホームじゃないですかこれなんかもう本当になるほどうんいやあのね初めてですね iPhone を発売日に買いに行くっていうことおお珍しいですね 今時乗るしかないこのビッグウェーブに <laughs> だ <って S 1> <laughs> ビッグウェーブさん昔は結構みんなね<う>んこぞって買ってましたけど今はもう発売日に並んで買うとかもうポリースキーさん <はい S 1> も全然興味なくて「どうカメラボタン」みたいな<う>ん <laughs> いやあんまりなくてもよかったなと思うんですけど <はあ S 1> 新しい16のね16の新しいところって全然周知されてないでしょ AI が使えるようになるはずだあよくわかんない分子分子、防止 AI 用の CPU みたいな、うん。そうそうそう。ね、みたいなんだけど、そこまで高度なことやるのかっていうのもあるんですけどね。はいはい。うん、いや、で、ずっと言ってたじゃないですか、僕、あの、ポリスキーさんの節約の話をしたときに、僕はポイントは貯めて、貯めて貯めて貯めて、ずっと放出したいんですよ。おなきんをするような感じで。 食べて出したら気持ちいいやんっていう感じなんですよ。はい、なんで僕はペイペイを導入した際に、うん、これでいっぱいポイント貯めて iPhone を買う時にゲタを履くんだゲタ履いてないから。え <laughs> <laughs> いやいや、ゲタ履いてるの <laughs> って。いや、それはあれでしょポリスケは、ポリスケさんは普段から あの毎日10ミリリットルぐらい献血してるか血が抜かれてるみたいな感じでしょどういうこと <laughs> 徐々に徐々に徐々に、うん、使ってるってことですよね。そうねでも、貯めた感じしないから、うん、まあ僕は貯めて、えっ、ー、と、まあまあ、練馬区のペイ、ペイじゃないな、あの還元率が高い時とか、はいはい、ペペボーナスの時にいっぱいやったりとかして、うん、1>, 1年間で結局5万円近くポイントがまだ貯めたんですよ。うんうん ほら、頑張りましたね。iPhone16 Pro が5万円引き。<う>そしてなんと5万円引きと言わない。え <laughs> <laughs> いや、それがダメなのはい、そうです、ね。それがダメなんですね。はい、それが節約界隈では、そんなこと言うやつはセンスがないと。まあまあ、引かれてるわけじゃないからね。お取り返してると。うん、いや、そうですよ。いや、そうそうなんだけど。はい、で、また、この、やっぱり Apple 製品って、この前も言ったけど、 リセールバまあそうねうんこの iPhone12 ミニはい、ね、使ってるんですけどこれが3万円ぐらいかなあそんなにでも意外と12ミニと iPhoneSE の3世代だと実は12ミニの方が性能高いはずなのに、うん、SE の方がちょっとだけ2000円だけ高いみたいですねあ買い取りがビッグカメラではそうなんだそうだから SE の形の方がやっぱみんな好きなんでしょうね古き良き まあ、汎用性がね、ありますからね。そ,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 そのケースとかが共通で使えるのはでかいですよね。その差が、僕はこの1 2ミリって、うん、この生涯で一番長く使った携帯かもしれない。本当もう使わないの、うん、え、売る。売るうん、3万円で。三万円で売る。うん、だから、僕らガラケーの時って毎年買えてたじゃん。まあ、ガラケーの時はね。うん、ただやから、うん。ガラケーは、そうね。<laughs> スマホが出だした時って、 年に回ぐらいやったでまあそうですね、2年に1回ぐらいじゃないですか。それが2年が3年になり、3年が4年になりっていうスパンで、で、まあ、バッテリーがへたってきたとか、バッテリー交換したりとかっていうので延命しつつ、4年ちょい持ったっていうので、過去にこんなに手汗の、手垢のついた iPhone はないっていうぐらい。それ、パカって後ろ開けたら、黒い消しカスみたいなのがいっぱいいっぱい出てくるでしょうね、そらくね。 でプロなんか買う気なかったんですはっきり言うって重いし、うん、でもなんかマイクが4つついてるらしいじゃないですかそれあんま知らないですよねみんな多分うんいやだから僕らはポッドキャスターは、はあ、プロ買わなきゃって思ってるはずなんですそうなの、うん、で確かに聴、うん、き比べたらミニと12ミニと,、えーとうん、16プロのマイクの性能は、うん、若干違う。 若干若干違う、でこれ、ビデオモードで撮影すると、周囲の音を絞って聞,聞けるようにするとか、うん、っていうモードが働いてくるらしいけど、ああ比較動画見ても、えこれ、<laughs> 録音の環境によるんじゃないのみたいな、<ー>でも、まあ、ご祝儀じゃないですか、こういうの、頑張ったね、こう性能つけてくれてみたいな、ありがとう、アップルって、僕、信者じゃないけど、思ったわけですよはい、はい、なるほど、うん、まあねそういうロマンですからね。 昔あの、プレイステーションポータブル。PSP?PSP。はいはいはい。あれでテレビ見られるチューナーが出た時やっぱ買いましたからね、なんか。ご主義で。見たそれで。見ないんですよ。でも PSP って結構みんな、ときめいたよね、あれ。ときめいたし、どっちかでいうと、テレビ見るっていうよりかは、録画した、テレビ番組、そう、ナスネで録画したやつを、 あの遠隔で見るみたいな時によくるほどまあいいハードだったと思います、ね、あれはときめきましたよねあれそうで今は今回 iPhone でも一旦撮って見てるんですこのダイナミック以外にでも<ー>初めてですよ動画でポリンスキーさんとラジオの模様を撮ってるなんてあそうですか顔は映ってないけどね、はい、<laughs> 確かに、まあ、どんな感情とか撮れてるかっていうのを、うん、確認してみたいなと思ってやってるんですけど、うん、そうなんですよだからアップルに また大量に僕今年は Mac も買えたし、うん、iPhone も買えたし、はい、信者ですよおおいいですいいですね嫁さんの分も買えんとダメだしねあ奥さんも共通フォーマットでえーっと多分一人だけ買えたらあなただけずるいって言われるじゃないですかああ うん、じゃあ、そのアップル ID とかでファミリーあ、もちろんしてます連携して、お互いの位置情報を見張り合って、それはしないな、そのやり方は知らないから大丈夫、うん、iPhone を探すっていうふうにできるようにはしてるけど、お互い、そうなんですよ、いろいろね、あの皆さん、スマホ使われてるんで、気になることもあるかなと思うんですけど、はい、これね、バックアップで最近どうしてるんですか<え>バッックアップ アイクラウドって標準で50ギガしかないでしょ、うん、うちは課金してますねあ課金してるはいこんなに節約家のポニースキーさんがそうね200ギガにしてます、ね、えっとうんで僕も200ギガなんで<ー>それは AppleMusic と抱き合わせの AppleOne っていうサブスクがあって、はい、ああありますね今やあれでやってるんですよはいはいでも200で足りるえうちは足りてますね iPhone が二ごろでしょ、256ギガで、実質は OS の領域減らすから、200では多分ないんですよ、うんうん、バックアップは。でも気が、あれ、みんな昔はちゃんと母ンと言われる Mac か、うん、iTune につながった、iTune が入った、ね、Windows やってたわけでしょ、みんなやってます、そうです昔はそうです。今、パソコンの容量もそんなないじゃないですか。あ今はね SSD みたいそうね。SSD になって一回下がりましたもんね。そう。じゃあ、D ドライブとかにまたハードディスクがあって、そこに何、何イクラ、え、結局ね、iTunes でもなくなってるんですよね、今 Windows って。ああ、そうなんだ。うん。Apple デバイス i c で謎のアプリがあるんですよ。iTunes ってもうないんだ。<laughs> あるけど、うん、iTunes と分離されてるんですよ、機能が。えー、バックアップの機能が。そうなんだ。Apple デバイス謎の、 ソフトを Windows ストアから引っ張ってこないといけないんですよ。Windows ストアに置いてある置いてある。あるでも Windows ストアなんか意識して使ったことないでしょないっすね。<laughs> Windows ストア使わないすね。だから多分そんなことがみじんも話題にならないぐらいだから、世の中の人バックアップ取ってないんじゃないかって。ああ、なるほど。うん。自分はね、スマホ実はそんなに使ってなくて、<ー>容量 128ギガなんですけど使って今13ノーマル13これ使ってら70ギガぐらいですなんでそんなんで済むのい,それいらんでしょあら寂しいえ お子ちゃまの写真とかいっぱいあるでしょうよ。写真が一番容量でかくて、うん、でも別にそんな増えてないですね。何あの、一つの写真500キロバイトとかぐらいの写真しか撮ってないってこといや、多分そうじゃない。あ、薄い。うん。軽い写真。そうあ<ー>設定でそうしてますね。ああそういうことか。はい<ー>モニ。モニター以外で見ないでしょ、だって。確かに。 うん、焼き付けないもんね、紙の、ね、あなたはね、そりゃ、その、解像度がうるさい人かもしれないけど。いやいや、そんな解像度うるさくないけど。はい。<laughs> まあ、そうか。意外と少ないですね。いや、少ないですね。<ー>自分でもたまに見て、あ、こんな少ないんだって思いますいや、意外、軽い。うん。いや、だからみんなバックアップどうしてるの結構、写真って、なくなってしまったらもうどう、しょうもないじゃないですか。そうね。焼き付けてないから。うん。あ,あいクラ u d です。うん いや僕もだから iCloud に入れてるから、はい、まああれなんですけど、嫁さんのやつが iCloud の契約してないから、ああ Windows でこの Del のパソコンに入れようとバックアップ取ろうと思ったら、残り 6GB みたいな。<laughs> へ<ー> <laughs> いや、結構みんなバックアップどうしてんのかなって。 思って<ー>だからあれなんですかね、多分あの USB かなんかに挿して、外付けのハードにできる謎のアプリみたいなのあるじゃないですか、カ日もあれ、ね、ああいうのでやってるのかなと思って、どうなんでしょうね、皆さん、どうしてんでしょうねもう本当の PayPay の,ペイペイのチャージの仕方と <laughs>、バックアップの取り方が <laughs>、まあ、iPhone の人だけなんでしょうね。 他の人、Google ドライブとかに入れてるってこといろんなデータ。あどうしてんでしょうね、アンドロイドの人は。ねえ。全くわかんないな。よく言われるじゃないですか、あの、アマゾンクラウドにあげれるよみたいな、写真が無人,無人像に入れれるんだ、みたいな。うん、どうやってやるのかよくわからないけど。そうなんだ。<laughs> そう。で、それはでももう AI に食わすために、アップ詰めてるってことそう。 多分それを養分にして、はい、いろんな AI が気が付いたらポリンスキーさんみたいな顔の生成 AI が,、はいがうん、いっぱいポリンスキーさんの画像が上がるとねアマゾンにそうかそう怖いね <laughs> い怖いっていうか、まあ、可能です技術的にそれは可能ですからねいや本当課金いっぱいアップルにしてるなっていうところなんですけど、まあ、もう一個はあったんですよほう アドビーですよ、アドビー。アドビーはい。このノギツアールはアドビーさんにすごいお世話になってるわけですよ。編集でとか、アートワークでとか。うん。またやっちゃ、や、や、やりましたよ。何をやめるえもうアドビやめる。どうしたんアドビやめる俺。なんでよ。な、なかったって言ったら安くなるんですよ。えサブスクやめる俺。う アドビ CC 辞めるって言ったら、7000円が3300円になるんですよ、うん。なんで一回、一回はそれ通じるってしてたんですよああ。辞める、やめるって言ったら、特別なオファーですって言って、1年間3300円で、うん、この円安のね、時代にね、アドビさんは良心的だなってっああ、うん、すごいね。うん。そんな裏技が裏技あって、2年目も、 もう一回いけるよっていう話は聞いてたから、ちょっとドキドキしながら、もうやめるもうやめるパチパチパチってやったら、特別なオファーですって来て、3300円。じゃあ、知らない情弱からは7000円とか取ってるってこと取ってるんですよ。えなんこれアドビー。それ。なんなんそれ。ひどいでしょ 給付金みたいな話ですね、それが。いや、うん、いやいや、だから、ちゃんと、はい、ん情報は仕入れないとねっていう感じ。マジで、それ、だって、情弱の人は知らないでしょ、だって知らないでしょうね。普通に、俺、情報を追っかけない人は。うん。ま、そんな人、アドビ使わないから <laughs>、ね、<laughs> いやいや、ずっと課金し続けて、加入してること、それは忘れてる人いや、いるかも本当の、だから、情強の人は、<laughs> はい あのイラストレーターとかフォトショップのなんかフリーフリーのやつ使うわけでしょ使い方よくわかんないけど。うんうん そうなんだ。うん。ペイントとかで。ペイン、ペイントでできたらすごいね。<laughs> <laughs> ペイントでできた職人やな。いやいや、でも、あれは軽くていいんですよね。いや、だからサブスクって結構いろいろ金かかるなっていうところ。はい、まあ、ね、いいのを買えばまたリセールバリューがあるから。うん。ひょっとしたら2年後にやっても下取りで8万ぐらいで買ってくれるかもしれないじゃないですか。ああ、そういう理屈で買う人ね。そう。そういるのね。 いやいやザンクレってそういうことでしょいやいやもうそうだからそうだ車買う人とか、うん、マンション買う人もそんなやついっぱいいるじゃないですか今ザンクレもうリセールのことしか考えてない人えそれポニスキーさん落とさないのいや私は違う私はもう好きなやつを買いますけど <laughs> 好きなやつを買う、はいはい、世の中今もうアルファードだらけじゃないですか街がああまあまあまあ、まあ、リセールバリュー <laughs> 白のアルファード白のアルファードね白のアルファード乗ってるやつ見たらもう全部ああリセール だってリセールだ、うん。リセールのためにこの人たち買ってるよってやっぱ思っちゃいますよね。おぉ<ー>。<laughs> <laughs> 違うのいやでもそうかもしれない。うん、うん。そう。で、まだもう一個あるんですよ。サムスクが。なえ、何とうとう私、NHK をぶっ壊さないんですよ。<laughs> おお支払いを。お支払いをしました。お すごいじゃないですか。<れ>あんなにかくなに払わないことであの。あのね、はい、あのね。<laughs> 君払ってんの、そ,もそも<え>君払ってるの。僕は、あの、ちょっと回避してますけど。今日はそうやろ <laughs> n. H. K. をぶっ壊すなんでしょう。n. H. K. はだってもう、払う理由がないですから。 おー。うん、いっぱい見てるのにえいっぱい見てるのにあれ勝手に映ってるんですかああ、うんうん、たまたま言い合わせただけで。え <laughs>、取りに来てくれたら払うんですよいや、トニックピンポーンって押してくるいや、来ない来ない来ない。ないセンターの方から池袋センターの方から来ましたってよく来ましたよ、うち。え、だか帰ってくださいって言うんですよ、そこれには色々理由があるんです。も何ですか 全然ちょっと話変わるんですけど、ポリンスキーさんって、年末年始は、どこにいますかいつも。実家ですね。ほう、絶対実家。大体実家か、たまに旅行してますけど、国内ですかね。そうなんです。そうなんです。で、私も実家なんです。嫁さん連れてね。ただ、13年前に父親が亡くなり、昨年母親が亡くなり、 兄は実家のそばに住んでいる。まだ実家もある。うんうん、で、今年は僕、8月、9月、10月と全部法事関係で大阪戻っているんで、さすがに今年は帰らんでいいやろってなったんですよ。うんうん、はい、おさし刺身ポリンスキーさん、なぜ私は、はい、NHK を支援することになったのか、もう理由はお分かりですね。えもう一回いいですか <laughs> もう一回いいですか <laughs>、はい <laughs> いや、あの、年末年始、はい、東京にいていいんです。僕は東京に来てからずっとやりたいことが二つあるんです。ほう、はい。いや、三つあった。三つ。一つはい、もう大体できた。うん。一つは、東北にいっぱい行くことだったんです。関西人、東北行かないじゃん。はいはいそ、ね。東北いっぱい行きたい。はい。ほぼ行った。うん。もう一つは、一般参賀に行きたい <laughs>。一般参賀うん。 1月の2日、か五所に行ったおっしゃるね、皇居に行ったり。あれ、いるんですか、NHK の。なんか。さあ、もう一つやがな。もう一つもう一つあるでしょうよ、年末年始のイベントが。もう一つありましたっけ、なんか。うん。え紅白です。紅白紅白なんです。紅白の観覧です。紅白の観覧にいるんですかはい。 <え>ポリンスキーさんが「うん、紅白」の観覧したいぞって言って応募するとどういうことが起きるか、はい、こいつは受信料払ってない<う>契約者じゃない、はい、ダメー <laughs> ダメーってなるんですああなるほどダメ応募する権利を得るためにそうなんですで「アンドダメー」アンドポリンスキーさんはマークされるんですそうねうんそりゃそうでしょうもう あれですよ、池袋センターから毎日来ますよ、これから。NHK プラスも登録したら来るんですよ、池袋センターから。へえ、そうなんだ。うん、多分。へえ<ー>。で、NHK、いや、だから今年は帰らなくていいから、僕は長年の夢なんですよ。はい。NHK ホールに行くことが、うん、NHK ホールに行ったことありますよ。ほら、ほら、ミーハーじゃん。え<へ>私。 ミーハーですね。ミーハーじゃん、やっぱり。はい、NHK みんなテレビなんか見ねえよって言うけど、うん、NHK めっちゃ見るんですよ。はい。いっぱい。おう,うん。もう金払ってもいいですだ1万2千ちょいでしょネットフリックス安いんですよ、NHK って。確かに。安いんですよ。そう考えたら、昔もうちょっと高かったけど、だいぶ値引いてるんです。うん、うんうん。あ、こう言ってた僕 NHK なんか、なんか、 いい感じになるかな <laughs> え、いい感じって。いや, <laughs> いやいやいや。えー、そうそう。だから、そう、うん、契約をすると、一応、当選の、当選というか、権利を得る形になるじゃないですか。権利をやろうと。言われる。言い方悪いけど、はい、そういうことですよね。<laughs> 権利を、お前に権利をやろう。紅白を勘乱、権利、そう、応募する権利をやろうって言われる。あ<ー>さあ、こっからどうなるかですよね。 もうちょっと得を積まないと当たらないんじゃないですかそうなの得を積まなきゃいけないのいや俺が NHK 側やったらなんかあこいつは累計何ヶ月契約してるなとかはいはい、はい、そうですそこ、はい、そこなんですおねさん、はい、いいところに気が付きましたね、はい、これの基準がどこにあるのかっていうのを、はい、気になってたんですだ僕は10月1日に申し込みました、うん、はいあの NHK をね その3日後に、<laughs> うん、えっと、観覧予約というか応募なんです。はいはい、これって、1回目の決済が通ってなかったらいけるのかいけないのかってめっちゃ気になるじゃん。<laughs> うんうん、決済が終わってたらこれは受信者とみなされるのか、うん、契約してたら、契約してるだけでみなされるのかどうかってわかんないから、<laughs> はいはい、ちょっと確認してみたんです。確認をしたんですか NHK の、はい えっと、ふれあいセンターに。ふ <laughs> れあいセンターっていうのがあるんですね。ふ <laughs> れあいセンターに電話したんです。<ー> NHK のサイトは金かかってる。ようできてるおお、うん。で、電話したふれあいセンターに。ふ、はいはい、れあいセンターないございます。どのようなことでしょうか。すいません。10月1日に私、あの、契約させていただいたんですけども。あのー、これって、支払いっていつになるんですかはい。年額、 1>, 1年間の年額決済でやるんですけど、はい、これは、えー、っと12月に決済されるらしい<う>クレジットカードのね、うん、ああこれはダメかもしれないね、うん、ああそうなんですかなんで電話したかっていうと「紅白なんです」って言ったら「ああ」って言われて「うん、ちょっと確認しますね」って言ったら、うん、すっごい NHK 丁寧なんですよ。 あ、ちょっと担当に確認していますって言って確認すぐしてくれて。うんうん、で、やっぱり支払いの履歴が基準になるっぽい。<ー>でもお客様ちょっとどのような支払いであればこう候補になるかっていうのを考えさせてください。何このサービス考えさせてください。はい。どうやれば、いや、で、僕が言ったのは、そのクレジット決済のタイムラグがあるならば、 その決済の方法を現金振り込みかなんかにする方法ってないんですかって言ったんですよ。ああ、なるほど。そう、そうすると。切り替えれば。そう、そう。それはいいから今の手続きを止めてくれっていうことを言おうとして。うんうん、ああそういうやり方もありますよね。でもちょっとお客様、ちょっと改めてもう一度その担当の者から一番いい方法が何かっていうのを電話させてください、す。はい。すごくないえー、すごくない ?NHK。NH 担当から電話させてください。それはでも、マークされたんじゃないんですかそれいや、だからもう払ってるやん。いやいやいやピンポン今までの、今までの何十年間違うよ。だって僕、僕、この句が。えへっていう設定にさせていただいてる。なるほど。いや、そこまで言うは誰もかんぐらないけど。そうそうそうでも もっかいで、じゃあ明日土曜日、ちょうど一週間前ですよ。はい、明日土曜日に、もう一回電話させてください。いつでよろしいですかっていや、あの、いつでも大丈夫ですよって言ったら、朝の10時ぐらいちょうどいい時間帯ですわ。9時に電話かかってこず、<ー>10時に、あの、触れあいセンターのものですね。<ー>ってきて、お客様ご安心ください。あの、契約条件、契約してたもので、 一応その権利は得れるようになってるようなので、ご安心ください。うん、でも、これで当たったと思わないでくださいねって言われて、一旦<ー>終わった。はい,はい、はい。でも、すごくない。え、そこまで手厚い。暇なのかな、この人だって思ったけど。いやいやそん、そんだけ金があるってことですね。じゃあ。<laughs> どうしたの、立花さん <laughs> <いや>。<laughs> <laughs> もうね、あいつらね、うん、甘い種類ストロースは。 いいやそらそうでしょうよだからものすごい手厚いのへえ<ー>へえって感じでしょうんそうですねうんちょっと驚いたもっとね横柄なのかなって思ってましたよそりゃでしょうんだから結構本当に NHK って、うん、いやでも NHK とは限らないよそれ NHK から委託されてそうされた トラコスとかそのもう一個ベルシステムとかそう,うそういうところがえええ大丈夫大丈夫あの転送の音聞こえへんかったえあのオフショアとかに繋がってる時のピープーとかよくわからん音あるじゃないですか、うん、あこれこれ多分沖縄のコールセンターにかかギロワンのコールセンターにかかってるなとかあるじゃないですかはい、はい、あるあるそんな感じはしなかったねいやいやもう多分渋谷のセンターにかかってるんじゃないかえー、それは違うんじゃないの英気武呂センター え池袋センターから来ました。い,い,いやだってあいつ、あいつらね、池袋センターから来ました。ど、何の池袋センターやねんって聞いたら、NHK のです。無事ですよ。ああ、帰ってください。そうそう。<laughs> あのね、池袋センターか、NHK の池袋センターって言いなさいよ、あなた。そうね。本当に。うん。もう4つ目話しようかなと思ったよ、その時にふれあいセンターに。はいはい。今回は、あの、味方としての NHK を。 そう。側に回ったわけですね。いや、だから、あるじゃないですか、あの、味方にすればこんなに心強かったのか、みたいな。よくありがちなパターンは、敵に、敵に、敵とした手強いけど、味方にすると頼んないってパターンはあるけど、NHK は意外と味方にするとめっちゃ強いかもよ。1000円払うだけで。皆様の NHK ですから。なるほど。うん。はい。はい。はい。 <laughs> どうですか、うん、この1000円,円のサブスクでここまでてる。でも今でもあなたが言った登場人物は全部本体じゃないですからね。いやいやいや <K> いやいやいや、でもあの対応は多分ね、外部委託の対応じゃないと思う。いやいやいや、そんなわけないいや、だとしたらすごいよ、それ。どこの、どこの。 BPO、ベンダーか分かんないけど。いや、もう、それはもういただいてるからでしょ。それはもう、クライアントさんからいっぱいいただいてるから、丁寧にやってるそうです電通わ、わかんないから、噛んでるかもしんない。<laughs> 孫受けかもしんない。孫受け <うん S 2> いや、だとしたらすごいよ、触れ合いセンター。本当うん。いや、だってこれで、当選外れても、文句ないもん、こんだけやってくれたら。外れるよ。まあね。うん。いや、わかんないよ。これは、なんか、マークつけられてるんじゃないですか。 ご抽選にに引っかかるようにそして僕は12月31日に X で NHK ホール来ましたってなってたら、うん、ああ、やったな。じゃ実験しようよ、じゃあ。何を。<験>今、今、権利得たんでしょ、うん、権利応募できました。ししたこの瞬間解約すれば当たるの当たるかっていう。そら外れるやろ <laughs> や。そんなことないだっていう。もう一回だからそれはチェックするわけですよ。するのうん。どこで どっか、いや。当選発表いつなんですか当選発表は1ヶ月前だから11月の末ですね。あ、じゃあそこまでは契約しといて、うん、発表を見て外れたら解約するっていう、うん。<laughs> おい、1日に2回ぐらい池袋センターからピンポン出られそうな気がする <laughs> 当たってても解約しよう。いや。それで入れるかっていう。<laughs> お前。なんで人出なしやな。なんでえなんでってそんな NHK 悪いじゃん だってそういう、ほら、なんか、権利確定日の手前に株買って、うん、株主優待の権利って売る人いるじゃないですか。<laughs> ある<よ>それと同じことをやってみたらどうなるかを。うん、いや、俺は、両親としてそんなこと、あの触れ合いセンターが溢れ合った <laughs>。いやいや。それもなんか騙されてますいやいやいや、はい、でもね、あともう一個あるんです。<う>こうコールセンターでちょっと僕は手が震えるぐらい、 すげえ NHK! って思って、それは。うん。もう一個は、またアップルなんですよ。ほう。アップルで、ポリンスケさんに勧められてね、3年前のベストバイで、エアポッツプロだと。あはいはい。エアポッツプロはいいもんだ。うんうん、やっぱ俺も買わなきゃいけないなと思って、うん、まあポ、坂本さんも買ったらしいですけどね、はいはい、Pro どうもキル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 音人なるんですよ。ほう。で、あーこれ片耳、左耳だけキルキル,キル音鳴ってたから、 これ買え替えんとあかんねわ、と思って。は片耳だけ売っているんですね、楽天でね。ああ、ありますね。うん、なんかそういう業者があるみたいで。うん。片耳専用みたいな。はい。でもなかったんですよ、大根。うんうん。なくてよかった。なんでで、もう一回、まあね、まあまあまあ、いっぱサポートに電話してみようと思ってサポートしたんです、アプリ。はいはい。なら、ソフトウェアの、なんか更新であったり、リセットとか出荷前に戻すとかいっぱいやったんですけど、無理だったんですけどって言ったら、うん。あの、 イヤーチップって、この樹脂の樹脂っていうか、あの、ゴムの部分あるじゃないですか。はい、あります、ね、あれ外してくださいって言われたんですよ。はい、あれ外して、もう一回素直に素手つけたら、ちょっとしたら治るんですよ、そのキルキルの音が。うなんで結局何かっていうと、イヤーチップに亀裂が入っているんですよ、付け根に。うんうん。で、結局ノイキャンが AirPods Pro って激しいから、はいはい、その、音が漏れて、ハウリングみたいな状態になって、キルキルキル音が鳴ってる。ああ、そうなんだ。ノイキャンしようとしてるんだ。 そう,そうの、はい、ャ見をしようと思ってるようわけのわからん。で、これはチップの交換で多分いけるはずです。試しにいっぺん買ってみて、うん、それがだめだったら、もう一回返金してもらっていいですからって言われて、アポをソワに行きましたよ。うん,うん、うん。この対応も結構やっぱり。うん、いやまずよほど多いんじゃないですか、その問い合わせが。そうなのかないや、うん、どうかなみたいな。うん、で、またあと<れ>で来るわけで、デイビッドの反応はどうでしたかみたいな。<う>アンケートが出て、満足、満足、満足。いやいや。 それは普通ですよそはでもねなんか絶対これもう交換やと思って交換んでよかったか1万円くらがかかってたから片耳だけでねいやでもそれもちょっと感動しましたねなんかコールセンターにいやだから全部よかったっさっきの NHK の話もそのアップルの話も全部状態に載ってますからほうね。っほう状態にね 使いこなさんとダメだよ,だよと。使いこなさんとダメだよっていうかもう、そんなのに金か,か,なかけなかったら半額で売れたかもしれない、その商品を。<laughs> <laughs> <laughs> だからこの前のあれやな、うん、君が言ってたスーパーで、スーパーの総菜の展示のブースが、はいあの、テーブルが木目調のスーパーは認めんって言ってたのと同じね。まあそうね。その分に上台に乗ってるのやろってことでしょ 夢のない男やで。<laughs> いや、そら、ほら、当然の話をしてるだけです真 <ほら S 2> 心ってあるじゃん、触れ合いとか。いや。だから、その、それを感じさせてるっていうサービスはすごいと思いますよ。うん。それで素晴らしいと。払ってる。これ、これがカスタマー一致してる。お値段お値段以上だと思ってるわけでしょ、それは。だから、それはもう商売が上手。上手です。上手です。NHK も触れ合いセンターもっとうまいこと使ったらいいのにね。 そうね。まあ、わけのわかいやつから電話ができたら大変だろうな。めっちゃかかってくるんでしょうかか,かっているんでしょうね。うん、逆にこっち側から、なんか、ゴキブリホイホイのように、お金、お金払いたいんですけど、みたいな。うん、カモネギやったのかな、俺は。そらそね、ほら、紅白メータでたまにいるんだよね。バカが、みたいな。い後でまあ言ってくれ電話来て後で言ってますよそんなもん、通らないって、みたいな。<laughs> そうですよ。そんなもん当選するわけないじゃんみたいな。あ <laughs> そ,そうでしょう。うん。紅白歌合戦っていうキャンペーンに載ってるだけですから、それは。でも、紅白なんか見ないとかって言うけど、みんな見てるでしょ言っても。見ないですよ。見ないの見ないの <laughs> う。俺、俺ら夫婦だけがやっぱおかしいのかな。うん、なんかもうミーハー。 とはまたちょっと違う気がするないやいや、でも純粋に NHK のドラマとかもいっぱい見てるし。ああ、そうなんだ。大河ドラマ館にこの創しの話石山寺に行ってきたし。すごいね。うん。お参りに。しょぼかったけどね。しょぼいんだ。え、そうなのだって観光っぽかったやなかい。ああ、石山寺は、あの、確かにすごいんだけど、大河ドラマ館は先輩よ。あそう。大したことなかった。へえ。うん。 だ全国にいろんなとこに大河ドラマ館ってあるからね。ははご当地で、うん、そのシーズンシーズンで。はいはい、そうそうそう。まあ、うちは本当によく見てるから、別に払ってもいいんじゃないみたいな。あげくの果てにあの、BS 契約もしたいとかって言い出してるんです、いや、それは贅沢やろと思ってやめましたけど。<laughs> なるほど。うん。いや、ドラマが、ほら、奥方が好きなんで、はい、いっぱい見たいから、うん、何でも見るマンですから、ドラマ。あ、そう。<laughs> すごいね。<laughs> 熱心ですね。熱心な信者なんですよ。<laughs> <laughs> じゃあもっと早く払えよ。だから別に払うって言っても、いや、そんなのやめなよともあんまり言われなかったし、まあ、お城めたさもあったんでしょうね、彼女にも。お城めたさってそんな。<laughs> おかしいでしょ。冗談に乗ってんのにいやいや、勝手にな、勝手に物を送りつけて請求書を送ってくるようなのと一緒ですからね、だって。 まあね、あれ、あ,れあの、遊園地で、わーって、この、ジェットコースターとかで勝手に写真が撮られる。そうそう。コニカミロルタのあの仕組みみたいに。うん、そう。うん、ほら、変えよう、みたいな。そう,そう <laughs> ああ入り口で、そう。入り口で。写真撮られて。あれ、もっと、今、今はそんな仕組みじゃないけど、昔ちゃんと焼き付けてたもんね。うん。もったいない。そう。いや、でも、今でもそうですよ。キッザニアとか行ったら。あるの。 ありません、もう。もインガシに焼き付けてるんだ。もう焼き付けて、もう貼ってあって。それパシャって取ったら怒られるんやろ、それは取らないでください、書いてある。書いてある。あるね、勝手に取ってだそれ、なんだそれなんだそれその言い草はなんだっていう。やっぱり君とは相入れないな。いやいやこういう話。そういうのは、もうすごい気になるんですよ、私は。<laughs> 私はね。うん、いや、でも、触れ合いセンターの対応すごかった、でも。 へうこういうことを言うやつを増えてくれたらいいなと思ってそういう手厚い対応してくれたのかな。うん、うん。そう。ほで、僕は年末に、やったよ NHK ホールってなったら本当に皆さんよかったねって言ってほしいなと <laughs>。<laughs> なるほど。うん。それがダメだったらちょっと年末年始ちょっとどっか行こうかなと思ってますけどね。へえ<ー>。うん もうでも年越しを自宅以外で過ごしたことは私、ないんでね、あるじゃん、よく若い頃だったらカウントダウンでみたいなと、はい、ないもんだって、実家にいなきゃいけなかったから、お<う>そう親が死んだ2年間だけは東京にずっと入れて、はい、こんなに帰省しないと、年末年始って楽なんだって思って、楽ですよね、帰省しないでいい、年末年始って。そうねうん まあ本当にあのそうアップルと NHK っていうね、はい大、大資本 <laughs>、大資本、大資本の底力を見た感じでしたね。まあね、大資本だからできることですよね。ことですもんね。本当に良さはいいよ、いろんなもんね、本当に。 え、どういうこと <laughs> いやいやいや,いや <laughs> そうか。だから、味方につけると心強いな、っていうのは。まあ確かにそれは、ポリンスキーさんに言われ、ね、言わしたら、上談に入ってるやろってっ入ってるし、まあそうやって富が集中していくわけですよ。うん、おお、お金っていうのは寂しがり屋でね。おい,い <laughs> <laughs> 集まってくるんだよ、お金はお金でそうね。うん。まあいいかもかもしれないけど。はい。まあ皆さんちょっと祈っていてくださいよ。紅白。 そんなに行きたんいっぺん見たくないですかでもああそう、うん、生きてる間に一回ぐらいあそう、うん、それはやっぱりうちの奥さんも同じなんですよへえ一、ね、回ぐらい行ってみたいな NHK ホール行った時のにはやっぱ感動するわけですよ。知ってます ?NHK ホール入ったことあるない。ない。NHK ホールは普段の NHK ホールと、の普段コンサートをやってる NHK ホールと、普通の紅白をやるときの舞台の仕様が変わるんですよ。観客席まで競り出してくるんですよ、舞台が。なるほど、ステージが拡張される。そうか、紅白までなら、ここまで来るんだとかっていうの分かるんで、そういう意味でと感動しますよ。 感動するんだ。うん。いやだからそういう意味で価値観はあったんだろうね。ああなるほどね。うちの夫婦はそうねいそういうことだと思いますよ。うん、ま,あ、まあうう素晴らしい夫婦ですよ。そ,そこだけかな。そこだけなのね。<laughs> <laughs> なんで。 そこはまあまあ良かったなと思うんですけどちょっと皆さん鼻で小バかにしながらねあいつらいいより NHK ふれあいセンターにされてるよっていい名前やねふれあいセンターね審査員の席に近いといいねじゃいいね誰がいるのかな今年は大谷翔平とかいないでしょ大谷翔平はいないよということで皆さん年末年始楽しみましょうねそれでは皆さんおやすみなさいさよならはい